この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。スロットで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬ここみ&スケットライター矢部アネ、今回はパチンコキャプテン翼対決、マックス機で爆裂ゴールを決められるかがポイントとなる。ルールはシンプルに最終出玉数で勝負。魚拓が頑張ればムフフ女優木南ひなちゃんのセクシーショットが見られるのでご期待あれ。ボールの出具合はどうですか？全然だよ。ナルさん、これ見よがしで触るのやめて、本当に。俺もちょっといい？ラブ。今回は前回オープニングで魚拓が熱く語ったキャプテン翼の話を成瀬がちゃんと聞いていたかを試すクイズを出題。それ正解すると何なの？私のボールとお友達になれば。あ、俺が友達になれるのね。ここお前やめよ、俺だから、俺のボールだから。まだ分かんないでしょ。はい、第1問が若島津くんと、若林くんといえばポジションはどこでしょう？フォワード。何がある？ゴールキーパーじゃないの？分かる。セカンド。え、フォワード。ディフェンス。ディフェンス今出ました、さっき答えが。フォワード。正解はゴールキーパーですけど。合ってた言った、ね、まあ本当にわざでやってるよな、わざでやってるよな。いや、本当に分かる。だって2人もいるから。待って今のは正解でいい？いいよな。はい。2問目。はい、2問目。名前につくと熱いのは？名前につくと熱い。スーパー。命。わーって燃える。わーって。べ。ラじゃないよ。ラじゃないよ。べ。今2問正解だよな。はい、2問正解です。1問が、ロベルト・カルタスは、どっちサイドの左。あ、全問正解しました。全問正解です。じゃあ俺はボールの止まり、お姉さん。お友達でいいって言ったんだ。まあいいっすけど。ごちそうさまです。いただきました。俺は友達になっていいの？いっぱい嬉しいな。バイバイ。これ勝ったらでしょ。おっぱい触るなんて聞いてないよ。いや、ボールと友達になれる。いい、友達だけど触るのは違う。会話ができる。お、会話ができるから。友達だから。なんか喋ってごらん。元気だよ。そうそう、ゴール決まるかな。お前ゴールの右隅決めるかな。俺バカじゃねえかこれな。ただバカじゃねえか。よかったね、お友達できたね。楽しい。完全に弾取られそうじゃねえかこれ。なんだこれ。